サイゴンに進軍した北ベトナム軍の進路、陥落直前にサイゴンを脱出し、空母ミッドウェイに到着した南ベトナム市面サイゴン陥落、または4.30事件は、ベトナム戦争の最末期、1975年4月30日に北、ベトナムによって南ベトナムの首都サイゴンが接収された出来事である。陥落という表現は、アメリカ側や、 反共思向の強い腰強により使われるもので、ベトナム共産党はこれをサイゴン解放と呼び、共産主義陣営による南北ベトナム統一が決定的となった出来事としている。1975年になると、北ベトナムはホーチミン作戦を発動し、南ベトナムから国民が国外脱出を始めていた。アメリカ合衆国も南ベトナムを見捨てて支援を断ったため、 北ベトナムの勝利は決定的となった。北ベトナムの軍隊が最後に到着し、11時30分に南ベトナム大統領官邸に到着すると、北は南の大統領ちゃん、バン・フォンに対して辞任を要求した。フォンは北側の要求に応じて大統領を辞任し、ズオン・バン・ミンに引き継いだ。これによってミンはベトナム共和国の最後の大統領となった。 アメリカ軍はアメリカ大使館関係者や在越アメリカ人を脱出させるミッションフリークエントウィンド作戦を発動するにあたり、米軍放送からあらかじめ告知されていた天気予報のメッセージとともに、ビングクロスビーのホワイトクリスマスを陥落前日の29日から頻繁に放送し、在越アメリカ人に再後脱出を呼びかけた。ありがとうございます。